木村さんのところから始まってますね。今日はねビビッドの色でね、あの勝手に色モード変えちゃいましたけど、ビビッド、ちょっと60年代レトロで、レトロ、そして後ろに映っている、そう、ここをね開けようと、あ、これ俺が喋るとね あれなんだ、変わっちゃうの、両方で喋ってないとこのショット、あ、そうなんだ、あ、ほらほら来た、ほら今後ろにこう録音されてる木村さんです、木村さんが映ってます、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、これもうじゃあスタートしてるってことなんですね。そうなんですよ。あ、面白い、初めてのライブ配信ですよ。初めての、そうですよ、何事も初体験っていうのはいいもんですね。ねえ、この年になってもやっぱ初対面というのがあると、こんななんか立派なカメラもたくさんあって、はい、そうなんです、光まで浴びせられて、ちなみに今日初めてねお会いして、します、ね、これから初めて尽くしじゃないですか本当ですよ、どっちが MC か分かんないぐらい喋ってくださってます、すいません、失礼しましたどんどんリードしてください、はい、いやいやあれ、これはあのもう始めちゃっていいんですか？行きましょう。行きましょうか。はい。じゃあ皆さんこんばんは。はい。あのフリーランスクリエイターの久保田涼子と申します。今回はご縁がありまして、この白金台ピアノスタジオのライブ配信の MC をさせていただくことになりました。よろしくお願いします。はい。今日のお題はですね、河合拓也に聞く父から息子に受け継がれるティーンビートと題しまして、番組をお届けしたいと思います。はい、それでは先ほどからもうたくさん喋ってらっしゃいましたけれども、ゲストを呼びしたいと思います。対談収録スペースひまな犬スタジオを主催されております河合拓也さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうも。いや、もう初めてお会いしますけれども、はい、もう初めからこのティーンビートって書いてあるこの T シャツ、ティーンビート、あの T には程遠いんですけどもね、駅で待ち合わせした時に、あ、絶対あの人だって思いましたけど、これ一周回って可愛いでしょ、このロゴ、なんかレトロで、いや、すごい可愛いです、レトロで、ね、真っ白にこう赤字が、はい、タッチみたいな、なんかあと昔映画雑誌でスクリーンっていう雑誌があったんだけど、ロードショーとスクリーンっていうのがあって、はいはい、ちゃんと映画ファンはキネマ旬報読むんだけど、うんうん、アイドルとか、うん、こうミーハーな人はスクリーンかロードショーだったんですよ。あ、そうなんですね。スクリーンっていう雑誌もこんな感じ、ロゴがそんな感じ、スクリーンって、あ、めっちゃ可愛いじゃないですか、はい、フェイビー・ケイツとかナスターシャ・キンスキーとかにムラムラするみたいなエマニュエル夫人ってどんな映画だろうみたいな、エマニュエル夫人だけ名前知ってます、知ってますか、塔のね、こういうところ、ね、それだけ知ってますけど他分かんないです、ね、そういうフランスのエロチズムね、ありますまあそういう時代のね空気をまとってるという、ね、そうですね。いや、まあ今日そのティーンビートの話を、はい、あのお伺いしたいと思うんですが、まあ個人的にもまず河合さんがどういった方なのかっていうのすごい興味があるんですよ。いや、こんな麦わら帽子の美女に言われるとドキドキしちゃいますよ。ネットでね名前を調べさせていただいたんですけど、はい、ちょっと待ってください。あのですね、はい、ユーストリーム界のトップランナーとか。ユーストリーム界ってもうないからね。言っとくけどね。あと文化庁メディア芸術祭受賞とか、TIAA グランプリ受賞などなど、なんかすごい華々しい方がたくさんあの終わりの方なんだなと思ったんですが、うん、でもきっとその肩書きっていうのも、あの、まあ、受賞歴っていうのもいろんなことをされてらっしゃった、その経歴からついてきたものなんだなと思うんですけど、映像って前々からその映像業界は、そうですね、まあ、長いキャリアの中でなんだかんで言っても映像の範囲で仕事をしてるっていうのは、なんか僕の、あの今までの30年か、まあ、年ちょうどね平成が31年で終わりましたけども、うんうん、僕ちょうど大学2年生の時に平成になったんですよ、うんうんうん、あのなのでほぼだから平成っていうのは社会人になってからイコールなんで、30年間なんだかんだ言っても映像と IT の間ぐらいを右往左往してた感じですね。なるほど、うん、なんかもっと CM プロダクションでいらっしゃった、ね、やっぱり映画監督になりたくて、でもすぐ映画業界に入れないからどっから行こうかなんて最初ね能天気に考えてて、じゃあ CM の世界行ったらなんか映画のフィルムのカメラ使ってるし、ちょっといろいろ覚えられるんじゃないかと、お金もありそうだし映画業界はさ、なんかそういういう感じで言ったら、うん、もうそれはそれで面白いんだけど、やっぱりもう本気で広告やってる人たちがいっぱいいるから、なかなかその中でね、まず広告でもトップになり、そこから映画に行くなんてのもね、最初思い描いた感じにはいかないわけ。うん、でも CM プロダクションに入ること自体普通大変じゃないですか。まあうん、大変だった。あの結構落ちましたから。10社受けて7社ぐらい落ちましたよ。で3社ぐらい。それって新卒で、新卒でどうやったらなれるんですか、 CM プロダクションにこう入るって。 CM プロダクションっていうのはまあ制作会社なので、うん、まあ、そこに演出部っていうね、監督さん、はい、絵コンテ書いてやる人と、あと制作部って言ってこう段取りを組んだり予算を組んだりする人がいるから、大体はね制作部7割演出部3割ぐらい取るんですよ。まあ、演出部がないとこもあるのね、うんうん、外部のディレクターだけでやるとか。僕は結果的に入ったのはその演出部があるプロダクションに入って、はは、でも
演出部はやっぱり絵コンテちゃんと綺麗な絵コンテ描けたり、もともと美的な才能がある人がエリートが行くのね、うん、エリートが行くんです、ね、でお前はとりあえず制作からやれって言われたわけ俺は演出やりたいですよみたいな言ってたけど、いやあのまず前いいからちょっと制作覚えろと、お前それ向いてるよ制作とか言って現場でなんだよ制作かよとか言ってやってたけど、うんうん、結果的には制作が向いてた。あ、そうですか、うん、現場が楽しいっていう。いや、やっぱりねディレクターはもっと職人気質な、うん、もうな一個一個こうちゃんとなんていうのかな、こうもうすごい深掘りするタイプの性格の人が向いてる。で僕は結果的にやっぱりチャラかった。チャラかった、うん、あ浅くてチャラいの、うんうん、だからパカパカした感じっていうか、なんか毎回なんていうのかな、こう、うん、こう飛び回るのが多分向いてたんだな。だから制作みたいな仕事は向いてた、いろんなものを同時にやんなきゃいけないんだけど、うん、演出家はもうちょっと本数が限られてくるのね、やっぱ一個一個全部付き合うじゃない、うん、でも制作はいろんなものにこう関われたから、結果的にはまあやっぱり人事の人すごいなと。あ、見抜いたってことですね、うん、こいつはなんか調子良さそうだから制作だろ。えそれはどれぐらい勤められたんですか？10年ぐらいいました、その独立をその後されるんですけど、そうですね、その会社の、ね、中にいた時も、うん、まあ、あの演出部にどうしてもなれなかった、転部試験とかも受けてたけど演出部なかなかなれなかったんで、うん、じゃあもう制作やってそのまま CM プロデューサーに行くって言っても自分ちょっと向いてないから、コンピュータグラフィックのセクションがあって、へ、面白い、転部試験っていうかね、まあ、転部したんだな、コンピューター覚えといた方がいいかもしれないって今時で、コンピューターやってたら映画好き、映画好きでコンピューターも得意って言ってたら、なんか映画の制作の仕事が来たりとか、テレビ番組の制作の仕事が来たりとか、要は CM じゃないなんか新しいことは結構仕事としてその会社受けてたので、でもその振る先がなんかそういうデジタルに詳しくて、なんかいろいろこう雑食性の社員っていうのが少なかったの、うん、だから重宝がられて、なるほど、重宝がられて、重宝がられて、うん、でいろんな、まあ、部署を転々として、うん、よくも悪くも、うん、毎年やってることが変わってて、インターネットの部署やってる時もあれば、なんかスカイパーフェクト TV の番組作ってた時もあったし、1年間ルーマニアとかにロケハンして映画作ってた時もあったし、いろんなことをじゃあ面白かったされてたんですね、うん、まあ、そんなのがあって30ぐらいで独立してフリーランスのプランナーちょっとやったりとか、いろいろしてるうちにユーストリームっていうところにたどり着いた、まあ、ブームになって映像と IT がこう融合するみたいなブームだったね、ニコ生とユーストリームみたいなのがブームになって、今ユーストリームはもう IBM に買われちゃって跡形もないんだけれども、うんうん、今でいうこうライブ配信ですね、ライブ配信が一般的に広まったのが2009年ぐらいだったんだけど、はあ、うん、そのライブ配信の要は第一人者ということですか？結果的になんか空のちゃんと女の子がブームを作ってたんだけど、うん、そこに乗っかるというか一緒にやるような形で、僕はちょっとほら映像やってたからね、もともと、もうちょっと、テクニカルな部分が得意だみたいな感じで、まあ、ブームをちょっと率先したとこはあったと思います。もう10年前だからね、もうね。あ、そうですか、うん、いやなんかさっきあのこの収録が始まる前に、うん、河合さんが編み出したその、うん、映像のスイッチングみたいな方法をこう、はい、木村さんからお伺いしてたんですけど、うんうん、そうそう、うん、今日このスタジオもすごくてすごいんですよ ね、うん、これご自宅の中にある普通のね、はい、一つの部屋なんだけど、カメラがいっぱいあるんですけど、そうですよ、ね、この部屋にはなんとじゃん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 、 You and me、 君と僕しかいないというね。そうですね、はい、はい、だからこうスタッフいないんですよ。スタッフいませんね、確かに、うん、あ落ちちゃったあの奥にね、うっすら映ってる木村さんが、ちょっと機械を最初にね、はい、オンにする立場としていらっしゃいますけども、うん、はい、はい、で、音声自動連動自動スイッチングっていうのは、声にこう反応してカメラが自動的に切り替わると。これ今カットがパカパカ切り替わるのはテレビっぽいじゃないですか、うん、確かに普通はこれ人間がこうスイッチングって言ってこうカメラを切り替えるんですね、うんうん、この人喋ってるからこのカメラ、はいはい、向こうが聞いてるからこのカメラってやるわけですけど、うん、これを自動でやると、うん、でうちのスタジオも自動でやってるんだけど、うちの自動は単純にこう秒数ごとに勝手に順番で切り替わってるだけなんです、自動的に、ね、ところがこの木村さんのスタジオがすごいのは、このピンマイク、まあ、ラベリアマイクの音声を感知して音声に連動してカメラが切り替わってるんだけど、うん、音声って喋り始める、喋っていう時にカメラ変わったらちょっと遅れるじゃない、カメラが喋、うん、んないと感知できないわけだ、うんうんうん、でこれはねずっと繰り返し音声連動を見てるとちょっと気持ち悪くなってくるわけ。なるほど、うん、人間がやってると先回りできるのね、うんうん、今喋ろうとしてるなっていう時に
パンといいスイッチャーの人はこう先回りしてシュッと、はい、コンマ5あの10フレぐらい先回りできるの、うん、そうすると予測してるかのようなまず編集したかのようなスイッチングになるんだけど、それを研究し尽くして木村さんはほうなんと音を先に入れて音でその信号を取って、カメラを切り替えるんだけど、これじゃ遅れちゃうから、音も遅らせるみたいな。あれ合ってる？ちょっと待って。だから、先回りするように見せてるの。なるほどなるほど。ディレイっていう、まあ、音と絵をねこうどうずらすかっていう装置があるんだけども、それによって本来は感知して遅れてるんだけど、うん、それをないことにするって先回りしたかのように見せるという。はあ、じゃあもう全国のライブ配信のされてる皆さんはもう木村さんにどうやってやったのって聞けばいいですね。どうやってやったの教えてって言って取材させてって言ってるんだけど、ね、さっきバシャバシャ写真撮って撮ってらっしゃいましたね。そう、どこをディレイしてどうなってんだっけな。とにかくそういう魔術師的なね。やっぱりね、木村さんね、音楽会社の人だから、うん、そういうの凝るんだね。なるほど。大人の自由研究って言ってる。大人の自由研究いいですね、うん、これから夏休みに。そう、だってこれ別に会社からこれ研究しろって言われてるわけじゃないんだって。そうかそうか、好きでやってる。好きでやってる、素晴らしい、うん、あ、じゃあまあその音声自動スイッチングをまあ使いながら番組をお届けしたいと思うんですが、本題に入ってもよろしいでしょうか。いいですよ。今日のこの T シャツに書かれてある、はい、ティーンビート、はいはい、についてお伺いしたいんですけれども、まあ、先ほどの河合さんのお話でもなんかいろんなことされてたっていうことで、すごい私の中ではめちゃくちゃ開拓されて面白そうなことはどんどんやっていこうっていうような。開拓、そう、開拓者というかパイオニアなイメージが。開拓のタグの、あの、タクヤですから僕。あ、確かにそうですね、フロンティアになれと多分思ってつけられたんだと思います。お父様とお母様がつけられたということですが、はい、なんかその河合さんのお父様もパイオニアだったっていう話を。そうですね。あのね、はい、これ家系としましてね、着眼点はいいんですけど、はい、早すぎたり時代のタイミングに合わずに、うん、金にならないという家系なんですよ、うちは。なるほど。で、親父はどういう親父だったかというと、僕は70年生まれなんですね、はい、大阪万博の年に生まれたんですけれども、うん、その僕が生まれる前に会社を2回立ち上げて2回潰してるんですよ。あ、そうなんですか。で、僕が生まれてから、うん、なんとかサラリーマンになって編集者としてサラリーマン人生で、まあ、僕を養ってくれたんですけれども、一つ目の会社ってどんな会社なんですか。一つ目の会社、まあ、一つ目の会社がですね、一つ目の会社でいいのかな、まあ、ちょっとね、親父の経歴的にはこれが最初だと思うんですけども、はい、まあ、ティーンビートという映画と音楽社っていうのを、まあ、作りまして、うん、まあ、雑誌を作ったんですね。なるほど。1965年の9月に創刊されたんで、ほ、まあ、63年が東京オリンピック、前の東京オリンピックじゃないですか。だから、あのムードね。うん、あのムード。で、70年が万博でしょ、うん、もう、イケイケですよ。もう、日本。うんうん、もう、高度成長期。どんどんね。真っ只中。まあ、70年ぐらいからね、またちょっと、あれになりますけど、公害問題とかあります。だから、まあ、時代の空気としては、オールウェイズのちょっと後かな。なるほど、うん。ああいう、まあ、みんな日本人が頑張って。でも、65年って、戦後20年ですからね、まだ。終戦から20年なんだね、当時ね。その時に洋楽雑誌って出てたんですか。そうなんですよ。でね、まあ、当時どんな音楽雑誌があったか僕も詳しくは知らないんですけども、結構売れたらしいです、この親父の作った本は。で、親父はね、発行人っていう形でこのために会社を作って、うん、で、編集長は木崎さんっていう当時もうすでに名を成しているそういう方に編集長を依頼したらしいんですよね、うんうん、で、うん、これまあ65年から毎月こう出したわけですけども、このね、創刊号にはちょうど親父の写真がこうなんか割と最初の方のページに載ってまして、で、最初にこうプレスリーとかね、いろんなのがあって出てますね、うん、で、ここにね、こう編集者3人4人が出てるんですけど、うん、このちょうどね、金山って書いてあるのがうちの親父なんですね、はいはいはい、で、この一人女性がいるんですけど、これがうちの母ちゃんなんですね。へー。だから、まあ、僕が生まれる5年前なんで、まあ、まだ結婚したのかな、してないのかな、ちょっとそこは忘れちゃいましたけども、うん、で、ここでこう、うちの親父が言ってるわけです。いよいよ新しい音楽雑誌を創刊することになったけど、まず編集長から挨拶を。こんにちは、ティーンビートです。いい雑誌、ご機嫌な雑誌、読んだ途端にヒットソングの博士になることを受け合い、ってなことを夢見て、みんなで力を合わせて作った創刊号、きっと満足して読んでいただけると思うんですが、悪いところがあったら次号から直します、頑張ります、可愛がってね、みたいな。直しますって言ってる。なんかほとんどね、大学生のね、本なのかっていうぐらい緩い感じの。同人誌みたいな感じですね。もう同人誌みたいな緩い
い感じで、すごいですね。ね、創刊、祝創刊、ティーンビート、ね、スポーツニッポン、はい、ね。スポーツニッポンと似てるな、ロゴが。本当に似てますね。スポーツニッポンからパクったんじゃない。まあそういうようなね、時代の空気でこう始めたんですけども。へえ。なんかこれも私ネットで調べたんですけど、はい、あの1965年創刊の洋楽中心の音楽雑誌で、当時の洋楽を知る上で読む価値が大変あるって。そうですね。そう言ってらっしゃる方が。あのこの前ね、 NHK でそのビートルズを呼んだ、まああの普通に、ビートルズ呼んだ人の話だったか、警備した人の話だったか、うんうん、あの時のビートルズの特集番組がこう BS で流れてたんですけど、その時のこうブームを伝える当時はこんな風に報道されたってのにこうティーンビートわーって出てました。へー。だからまあそれぐらいやっぱりみんなその当時といえば割とこのティーンビートっていうのは有名だったんでしょうね。私の手元にはビートルズ、うん、はい、特別号っていうのがありますけど、あれですよね、今日ティーンビートウォールなんですよね。ティーンビートウォールにさせていただきました。そう作ったんですよね、ここをね、後ろとか、今日はこのパネルでね埋めましたけども、これはその歴代のティーンビートの表紙を、はい、そうですね、こうパネルにしといたんです。パネルに、あのうちは親父が一応まあ一冊ずつは最後まで持ってたんで、まあ、それを今ちょっとこうパネルにしたやつなんですけど、この雑誌のね特徴はフォノシートっていうのがおまけでついてまして、このティーンビート創刊号のこの表紙の上にね、特別付録16センチ版フォノシート、ここにも書いてますね、フォノシート、ベンチャーズ記者会見録音ってのがあるんですね、うん、でフォノシートってね、今の人は分かんないと思うんですけども、昔レコードって何色でしたっけ。黒。黒くて硬い、硬いね、うん、ちっちゃいやつと、うん、大きいやつ、大きいやつ、うん、ちっちゃいやつが何回転でしたっけ。分かんない、その時代じゃない。45回転ね、45回転、大きいやつ LP が33回転、はあ、だからシングルの方が、うん、あれ早く回ってる方が音が良いので、へ、あのシングルの方が音が良かったりするんですね。あ、そうなんですね、はい、でこのフォノシートっていうのは実はこの雑誌の中に入れられるようなこういうね、ペラペラの、すごいペラペラだ、この音、これで音出るってすごくないですか。ね、このセロハンみたいなね、これ45回転じゃなくて33回転なんですけども、こういうのをねおまけにできたんですね、雑誌に封入して。おまけにレコードついてくるみたいな、ね、レコードついてくる、で、すごいですね。当時の、まあ、録音環境っていうか、その家にどんなオーディオがあったかというと、まだウォークマンとかカセットテープもない時代ですから、うん、65年って言ったら、あのなんていうのかな、蓄音機みたいな、あのこう、まあ、レコードプレイヤーですね、うん、でレコードからこうステレオに出してたり、そのもうちょっと可愛らしいそこから音が出る、はいはい、簡易なあのポータブル、蓄電って言ったかな、なんかそういう言い方をするんですけども、うんうん、電蓄って言うんだ、ポータブル電動蓄音機のことね。電蓄。電蓄。あ、まあ、ちょ聞いたことないですね、もう。こう電蓄のうんちくを言うとですね、モノラル、ステレオ、エコーというモデルがありますけど、当時4950円とかになってますね。うん、ね、当時で4950円ってことは、今で言うとその4倍ぐらいの値段ってことですか、はい、まあそうですね。3、4万円したんでしょうね。すごいな。で、これね、スターの声をあなたに、ベンチャーズ記者会見録音、16センチ。一番フォノシート特別付録ってのがあるわけですね、はい、でこれね、ちょっと雑誌のね、このフォノシートのページを見てみようと思うんですけども、はい、これね、こう見ると当時なんかこの記者会見の、まあなんだろう、あのベンチャーズ、ベンチャーズっていうと、あのベンチャーズ知ってますよ、知ってます、知ってます、知ってます、まあ 歌はないけど、うんうん、あのインストルメンタルね、ベンチャーズ人気だったの。このベンチャーズがインタビューしてるとこに、この女性がいて、なんかマイクがドーンとこうあると、はい。ありますね。で、この多分このマイクで撮ったんじゃないかなと思われる、このフォノシートのね、記者会見録音。さっきちょっとね、そう聞いてみたんで、皆さん聞いてみたいですよね、でフォノシートの音を、聞いてみましょう。ちょっと聞いてみましょうか。それでは VTR、どうぞ。こんにちは、皆さん。木崎義です。待望のザ・ベンチャーズが7月21日、再び日本にやってまいりました。そして翌22日午後4時からホテルニュージャパンでたくさんの新聞記者、音楽関係者を招いて記者会見を行いましたが、今月のフォノシートはその時の模様をお伝えしましょう。ベンチャーズはなぜ歌わない、そのシートと言ってそれは朝日ソムラマの登録書とかですね。 Well, we figure that you mean on albums and records? Well, mainly you do the instruments. Yes, we do instrumentals because we think that if people want to...はい、というような、はい、あの翻訳の綺麗な女の人の声と共に結構クリアに撮れてて、ね、僕も聞いてみて、 そもそもあの今ね、これよ50年前ぐらい、これですね、55年前ぐらいですよ、はい、のこのケミカルなものが本当に再生できるのかと、再生できた、ね、
私もびっくりしました。あ、こんな綺麗な音出るの。今10年前のフロッピーディスクとかもうどうしようみたいな。確かに MO ディスクとかでデータ納品したりしませんでした。 230MO ね。デジャリー MO。 そう、ね、そんなの装置がないとあれだけど、これとりあえずレコードプレイヤーにかければまだ聞けたね。これ今私が持ってるやつまた違った音源が録音されてたんですけど、どんな音源かと言いますと、はい、はい、もう一個あるんですよ。もう一個ありますね。こちらがね、これ何年だったかな、まあ、ティーンビート臨時増刊ビートルズ特別号っていうのがあるんですけれども、このビートルズ特別号、もうこれビートルズ後半の解散説とか出てた時代なんですけども、このね、このシートにはビートルズの名曲を歌おうっていうあったんですね、うん、これ後で聞いたんですけど、親父はねこれをつけるときにレコードつけると、はい、で何をつけるんだったら、これねビートルズの歌じゃなくてビートルズの演奏だけを再現したオーケストラ、うん、すごいを入れるんだと。ちょっと聞いたら豪華。どういうことだと。それ何に使うんだったら、これ歌うんだと、カラオケ、読者が、あ、読者がね、カラオケです、そのオーケストラとともに共に歌おうと。なるほど。で収録曲がまた渋いんで、エリナー・リグビー、イエスタデー、ミッシェル、ガールですね。でも東京室内管弦楽団のメンバーによる弦楽四重奏。すごいです、豪華です。宮幸雄とプレイ5、うんね。このシートは鑑賞用ではありません。あなたが歌を楽しむとき、バックを受け持ってくれるのがこのシートです。シートって言ってるからね。シートね。はい、シート。伴奏は全くビートルズのヒットナンバーそのもののスタイルになっています。はい、さあ、あなたもビートルズの名曲を歌いましょう。歌いましょう。ということで、うん、これもちょっと聞いてみましょう。はい、聞いてみましょう。もうちょっと歌ってもらうコーナーにしましょうか、ね、これね、これだったらどれがいいでしょうか。ちょっと知ってるかもしれないです。OKOK。 1982年に生まれてる。あ、そうかそうか。なんか思わず素敵なカラオケなんで歌ってみたくなっちゃう。これまた難しいんですよね。イエスタデーとかね、あまりに素敵すぎてどっから入ればいいかちょっとわかんない。楽譜がね一応あって、そう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 。あとこの雑誌面白いんですよね、歌ってみましょうの後に、そう、さらにね、それがすごいのはね、あなたのレコードを作りたい方へ、うん、ね、あなたは自分自身の歌声をレコードに入れてみたいと思ったことありませんか。ちょっと歌ってみたい。俺 今言ってるのは暇さで、あなたは黒柳徹子の徹子の部屋のような対談番組を持ってみたいと思ったことはありませんかとか言ってるわけ。うん、同じなんですけども、で、ね、アプローチが。で、そうすると自分自身で本誌の特別付録、あなたにも、専属バンドができました。これを機会にあなたのレコードを作りましょう。まずこのシートをもとに繰り返しリハーサルをしてください。練習してねって。そして自信を持って歌えるようになったら、はい、静かな場所を選んで、はい、プレイヤーにこの蓄電ですね、うんうん、電蓄ですね、プレイヤーにこのシートをかけ、はい、あなたの歌と一緒にテープに吹き込みましょう。この当時電池も持っててテープレコーダーを持ってる人は相当お坊ちゃんですよ。いや、買えませんから普通。でもそのお坊ちゃんが頑張れば、この雑誌の最後に書いてあるもしかしたらプロダクションデビューっていうのもあるかもしれないですよね。そうです。このテープを送ったら、うん、1曲2枚入りのレコードを1000円で作ってあげると、送料40円だと。あ、なるほど、ね、で本格的にスタジオ使って吹き込んでみたい方はご相談に応じますよと、うん、また非常に才能のある方は各レコード会社プロダクションに推薦しますっていう、なんかもう非常に才能のあるっていうね。本当かよみたいな。非常に才能がある方はプロダクションにっていう、いや、そんなことをやってたんですね、親父は。ティーンビートという雑誌で。いや、面白い試みを、本当開拓者ですね、うん、だからまあ読んでファンで楽しむだけじゃなくて自分も歌ってみて、うんうん、まあ、だからニコ生でいうとこの歌ってみた、はい、やってみた、はい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 、ね、録音してみたみたいなことの先駆けみたいなのを55年前にやってたと思うと、意外とそれ新しかったのかもなとも思いました。まあ、当時本当にこれがね新しいかどうかちょっと分かりませんけども、正確にはね、うん、いや、うん、でもこれだけのまだまだこれあるんですよね、ティーミート、はい、何本出たのか。 3年ぐらいやってたから、うん、40巻か50巻ぐらい出てるんですね。ビートルズ解散したと同時になんかダメになっちゃったみたいですけどね、はいはい、あ、そうですか、うん、お父様はじゃあ3年ぐらい、そうですね、携わっていらっしゃって、うんうん、あ、今経歴書出てきました。そうなんです、これはティーンビートは66年に創刊して、
辞めたとは書いてない。これ全部どんどん新しいこと始めてるように履歴書はなってますけど、あの毎回こう廃刊とか休刊とか ね、まあ、雑誌って休刊っていうんですけどね、うん、あ、なるほど、まあ、あの66年68年そうですね、僕が生まれる前にもうこれは終わっちゃってたんですね。あ、もうあれですか、はい、お父様がこういうことされてたっていうのは、はい、あの生まれてから、生まれてね、家にね、なんか雑誌がやたらいっぱいあったわけ、はい、あと、はい、機関車の本とかもそうなんだけど、うん、なんかそれは後で知ると返品本なんですよ。返品本が家のなんかもう床が抜けるぐらいなんかとにかくこうもうなんか預かっちゃってるわけ。もう売れなかった、最後に売れなかったやつが。でそれをジョキジョキ子供時代に僕が切って遊ぶのがあの日常だったんですけど。切ってたんですね。そう、機関車とかビートルズとかを。今思えば切ない状況ですね。もう機関車っていうの多分今見られてる方は分かんないと思うんですけど、はい、あのティーンビートの後にその機関車、機関車の本もやりました、うん、それでね、うん、機関車の本がまたすごいんですけど、はい、まあ、そのティーンビートはまあ映画と音楽者っていうのをやって、まあ、それがやめちゃった後に、うん、またあのリベンジして会社を作ったんですよ、うん、なるほど。それがねこのね永遠の蒸気機関車というのを作るね昇文社というのを立ち上げたんですね。で、これ昇文社立ち上げたのは何年だ、これ71年だから、まあ僕が1歳の頃ね。で71年っていうのはまだ蒸気機関車が走ってたんですよ、うんうんうん、で電車になるっていう時代だったんで、この蒸気機関車の本をどうも親父は今これからどんどんなくなるから、こう保存版の本を作るのが受けるんじゃないかと思ったらしくて、そのための会社を作ったらしいんですよ。音楽から蒸気機関車までのこう振りがすごいですね、幅が。何でもいいのかなみたいな、ね、うん、永遠の蒸気機関車って書いてますね。しかもねこのね、うん、これが一番ねその本出した本の中で一番豪華な本なんですけど、なんかどうなってるんですか。付録がいろいろありましてね、本当だ、まあ、まずこれはあの写真集なんですね。基本的には写真集です、うんうん、こういう写真集で、まあ、豪華な、うん、まあ、モノクロでいろんなねエキゾチックなこう、ね、蒸気機関車の写真が見えるわけです ね、はい、はい。でこれで付録がすごいです。付録がですね、永遠の蒸気機関車、この付録というのがありましたね、はい、赤い、はい、付録、まず1番、ね、C62 超特大 B 前ポスター、ポスター、はい、C62 っていうのは機関車の名前ですね、名前ですね。であと2番17センチ LP ステレオレコード大宮操車場の9600、ちょっとよくわかんないちょっとよくわかんないですか。よくわかりません。なるほど。デゴイチナンバープレート拓本、ね、これ拓本で拓ですか。あ、違う、拓本、そう、拓也の拓、拓也の拓で、まずね、じゃあどれから見せるかって、はい、まあ普通にこのね、まあこれは C62 ってのは一番パワーのある機関車だったんですけども、こういう、こういった ね、 ね、お、まあ、大きいポスターですわ、部屋に貼る大きい、ね、かなり大きい大きい、うん、でかい、ね、まあ、豪華な、はい、貼るわけです、はい、ね、まあ、これは普通ですね、これ普通、まあ、普通ちょっといいですか、はい、で次にこれです。何ですか。さっきのはこのシートだったんでペラペラしてましたけども、うん、これは硬いです。私これ見覚えあります、レコード、あるでしょ、うん、ね、レコード、うん、でも33回転です。33回転はい、こちらがですね、はい、ここに書いてありますけど、函館本線の C62 10連って書いてあるね、はい、10連っていうのは重なる連って書くのね。本当だ。10連っていうのは機関車が2つつながってるんですよ、うんうん、坂道とかを上げるときに電車っていろんなところにモーターがあるからみんなモーターで走っていくんだけど、新幹線とかも、うん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 、この当時は最初の蒸気機関車だけが動力があって、あとは全部引っ張っていくものだから、パワーを必要な時はもう一個機関車つけるっていうのがあって、そこの10連っていうのがマニアが好きだったんですよ。2つの機関車が同時に走るからものすごい迫力あるわけ。シュッパ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 、今再現してくださってるんですかね、はい、これがステレオで入ってますはい、なんか3トラックありますねこれ、はい、面白い。花輪線の8620と八甲線の D51、うん、もう木村さんこれかけましょう後でかけましょう、これね、後でかけましょう木村さん。八甲線のデゴイチですよ、八甲線、八甲線デゴイチってのが一番ね、マニアックすぎて。で裏面は大宮操車場の9600って書いてある。へ、あ、裏面もあるんですか。裏面、 B 面もある。でこれね、しかもねデザインがね、うん、これはこう回るとね鉄道のね、あの車輪が回ってるように見える。あ、まあ、鉄道の車輪ってどんなものかちょっと皆さんあんまり分かんないかもしれない、こう回ってるように見える。すごい、このオタクシオどうですか。オタクシオ、これは今ヤフオクで売ったらすごい値段がこう、はい、来るんじゃないですかね。かなり凝ってる。関根恵子が出てる大映画のなんだっけな、あのレモン
甘酸っぱいレモンシリーズっていうのがあって、うんうん、その当時高校生が脱いだっつって話題になった映画があるんですけど、そこに出てくる男の子が鉄道マニアの設定で、友達が来て鉄道ポスターいっぱい貼ってあるわけ。おなんとかのレコード聞くかって言って、この鉄道のこれじゃないかもしれない、これそのものじゃないかもしれないけど、マニアが鉄道の音を聞かせるってシーンが映画の中にあったの。だから本当にあの頃はスーパーカー車が好きとかの一個前は、こういう機関車好きっていうのは男の子普通にやっぱりあったみたい。ああ、そうなんですね。だからこういう音をめでるとか、あのガジェット、あの、ね、ハードウェアをめでるとか。もうじゃあずっとそれ家で聞いてるみたいな感じなんですかね。あのこれを眺めながら聞くみたいな感じ。聞いてないんじゃないですか。あ、そして、タコンってなんだと。タコンってなんだと。タコンって何かというとですね、これでございます。じゃん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 。はい。これ機関車の一番、うん、ま、先頭にはこうプレートがついてるんですね。はいはい、ヘッドライト の, あ, のあそこ釜なんですけども、これ実物大 D51 の、109という編成ですと。109というあの個体ナンバーですと。D51 は形式ナンバー。魚拓取ったみたいなもん。魚拓ですね。そう、すごいですね。魚拓の機関車のプレート版です。はー、これはもらって嬉しいものなんですか。はい、多分きっとペナントとかと一緒にこう貼るんじゃないですか。ペナントあったよね、三角形の。当時三角形です。観光地に行くとね。懐かしいね。まあこういうようなね、本をね、親父は作って、はい、でこれもね、また、まあ、そこそこ売れたとは思うんですけども、うんうん、そのまま機関車なくなりましたから、結局ブームも終わり、また倒産と。また倒産。あ、僕は2歳か3歳の頃に。あ、だからね、すごい借金抱えてたみたい。あ、そうなんですか。だから、あ、なんていうの、あの自分にとってはこうやって昔話で面白いんだけど、うん、あの実際に母親父親にとってはやっぱり失敗した話だから、あと借金取りとかも結構来てたみたいで。そうなんですか。辛い記憶だったと思います。だから俺、僕子供にもあんまりその親父はこういう本出してたんだってこうなんか自慢するようなことは一回もなかったし、うん、なんとなく家の中に機関車の本やたらあるなとかってのはあったけど、あんまり触れたことはないんですよ。でもお父様はその後会社員をずっとされて、そうですね、うん、で、どういう、それは会社員はもう何年ぐらいしてるんですか。もうその後はね、この昭和、70、じゃない、1975年ぐらいかな、まあ僕5歳ぐらいの頃からはこういう製菓製パンっていうね、うん、業界誌があったんですけど、はいはい、お菓子の、あの、お菓子とかパンのことをずっと特集する、いわゆる業界の人は絶対定期購読してるみたいな本なんですけど、うんうんうん、まあ、こういうのをやって、まあ、サラリーマン生活、あの定年までは勤めたと。でも自分自身はそんなに好きなジャンルではないので、まあ、職人として、まあ、淡々とやってましたね。なるほど、うん、まあ、お父様と河合さんのつながりっていう点で、うん、まあ、このティーンビートっていうのが、まあ、一つのキーワードになるのかなって今日は思ってるんですけれども、うんうん、お父様が病気で、うん、入院されていらっしゃった時に、はい、うんうん、河合さんが行った企画っていうのがあると、はい、これね、はい、去年のちょうど、まあ、親父が82になってちょっとまあ体調が優れなくて、うん、でね、なんだかんだで、まあ、肺がもともと悪かったんですけども、うんうん、まあ親父も、うん、頑固だからあんまりこう、うんうん、無理にその手術したりとかしたくないと、もうそう自然に任しとくって言ったら、でもさすがに呼吸もおかしくなってきちゃったんで、まあ、病院に救急車で運んで入ったんですね。その、まあ、やっぱり体力もこう弱くなってくると弱気になるみたい で、うん、で看病してた母親がなんか俺の人生は何も残せなかったなってポロッと言ったらしいんですよ、はいはいはい、でそれを聞いて、まあ、母親は結構悲しんじゃって、まあ、その息子も、ね、育てたし、いいじゃないのね、そんな悲しいこと言わないでみたいな話をしたというのを聞いて、で僕はまあ息子としてもちろんまあ自分はそのせ、まあ、なんていうか自分は成果物に入んないっていうのは男としては分かるわけ、うん、なんていうのかな、これちょっと分かんない、女性と男性で感覚が違うのかもしれないけど、その子供がいるいないっていうのはもちろん自分の人生にとって幸せな要素になるんだけど、なんか男ってどうしてもなんかこう社会的に 何を残したかみたいなことにどうしても こだわるところがあるから、うん、だから僕自身は母親が悲しんでるほどその何も残せなかったって言われた時に俺がいるじゃないとは思わなかった、はあはあ、俺という人間がいるだろうとは思わなかった、うん、逆にあんなになんか音楽雑誌とかあと機関車の本とか、まあ、当時どれぐらい売れたかは詳しくは知らないけれども、
何年か続けられるぐらいのものを作って世の中にまあ出してたにもかかわらず、それはなかったことになってるのかなと、親父の中では。その後サラリーマンでやってきたものは多分まあ親父としてはそのなかったことになってるんだろうね。その自分が好きだったんじゃないのか、まあその俺を食わせるために我慢してやってたのか、それは分からないんだけれども、だからあのにあんな日本が一番元気で武道館で初めてビートルズをやるあの時代、65年から68年にあんなに、日本中で売れた雑誌の編集というかね、それを立ち上げたのにもかかわらず、それを忘れちゃってるのは悲しいなと俺自身が思ったんですよね。なんとなくこう一人のこう男性のストーリーとして、なるほど、うん、要するに分かりやすいものを残してるにもかかわらず、何も残せなかったってつぶやいたのがちょっとショックだったんですよ。だからいや普通の人、なんか普通にサラリーマンでやってる人って、じゃあ成果物はどれかって言った時にこう説明しにくいものになることって多いじゃないですか。確かにそうですね。その橋を作りましたとか、うん、ビルを作りましたとか、ね、アーティストがこの彫刻作りましたじゃないけど、でもうちの親父はそうやって物理的に本が残ってるから、はい、まあ、なんか分かりやすいもの残ってるじゃんと思ったから、うん、その実家に行ってこの本を全部こう、はい、あのコピー機にかけてですね、コピー機にかけた、はい、コピー、これそれは大変だ、あの剥がすのもったいないんで、なるほど、まあ一応100円ずつカラーでね、セブンイレブンがあって行ってね、それをこうパネルにしたんですよ、晴れパネっていうこのね、晴れパネに貼って、で親父が入院してたんで、入院したね、また個室っていうのはそっけないじゃないですか、病院って白いですね、うん、テレビだけがあって、ね、余計なもの置いちゃいけません、うん、でそこに俺はこのパネルを持ってって、これですよ、このパネルを持ってって看護婦さんと、ちょっと親父がねこんなこと言うんですよと、なんか元気ないこと言って、うん、だから親父がねこれも元気だった頃に作った本の雑誌表紙なんで、うん、これあの剥がれますんで、この若年性のパーマセルで貼りますから全然あと残りませんから、あのもしあの全然大丈夫なんでちょっと貼っていいですかねって貼ったの、貼ったの、壁面にブワーって貼ったんですよ。あ、今出てますね、はい、これすごいですね。でこれをこうまあブワーって貼ってですね、ラジオみたいになってますけど、それで親父、あとまあ自分のね子供の、あの書いた「じいじ元気になって」みたいなやつと一緒にこう貼ったんですね。で親父はまあ、よくよくこんなの作ったなとか言いながらな懐かしそうに見てましたけども、はい、基本的にほら面会時間とか限られてるから、そうですね、まあ多分僕らがいなくなった後、うん、これを見てたと思います病床からね。はあ、で看護師さんなんかもやっぱり「これ何みたいな、そりゃこれ何か関わってたんですか、シャーって開けたらバーンって出てくるわけですね、バーンってやっぱり華やかになるわけですね。なりますね。やっぱりその当時のほら空気が、うん、ビートルズとかベンチャーズとか、ミック・ジャガーとか顔もね、僕らがその解散したビートルズとかローリングス今のローリングストーンズに対して思ってるものと親父が思ってるものは多分違うと思うんですよ。当時、そうね、うん、ミック・ジャガー出てきてああいう風に伝説になってったね、うん、ビートルズが生まれてきてこうなったっていうのをリアルタイムで見てる世代だから、 そうですね、その単純に僕らが見てるティーンビートの表紙よりやっぱりグッとくる、こう自分が生きた時の感覚とか、そのこの本を作った時にどんな仲間とどんな話をしたのかなっていうのを思い出すんじゃないかなと思ったのね、うん、だからそれ貼ったんですよ。だから結構まあ喜んでて、で翌日この貼った翌日に親戚がねちょうど呼んでたんです、うん、まあちょっと結構やばそうだから、うん、ちょっとあの来てよってね、うんうん、来てで話して、でティーンビートのその、まあ、貼ってありますから、うん、その話もしたりとか、あとテレビにこう思い出箱っていうのをつなげて、うん、家族写真をね、うん、あの家にある家族写真を全部スキャンして、うん、でそれをこの白い装置からあの病院のテレビに出したのね。でこうランダムシャッフルっていう、まあ、シャッフルスライドショーにすると、うん、要するに親父が生まれた時から、俺を育てる時の写真が、まあ、数千枚こうスキャンされてて、それがこうランダムにこう出てくる、うん、でそれを再生してるとその、自分の兄弟を呼んだんだけど、こっちに住んでるね5人兄弟だったから2人来てくれたんだけど、2人兄弟と一緒にそれを見てて結構よく喋ったの、うん、そこでこの時はあれだったなとか、あきちゃんって言われてたんだけど、あきちゃんこの時あれよねっつってね、結構持ち直した感じがあったのよ。へえ、うん、なん元気じゃんっつってね。でその日はまあ終わって、はいはい、翌日、はい、翌日危篤ですよ。あら危篤で翌々日に亡くなりました。あれあの SNS でこう募集されてた、うん、そのティーンビートの人っていうのは そうそれでね この、うん、これをね作る時にね、うん、
一個は T シャツを作ろうっていうプロジェクトを始めて、うん、T シャツを作るっていうのと、あとこの T ビートのね、このさっきのその、うん、俺は何も残せなかったねっていうのは寂しいから、いやじゃあ T ビート知ってる世代もいるだろうから、俺の友達 Facebook でも5000人いるし、 Twitter でも2万人ぐらいいるから、ちょっと T ビートのこの雑誌をね、こうプリントアウトしたものを持って、こうティンビートいいじゃないっていう感じでこう自撮り写真送ってよみたいなキャンペーンを少ししたんですよ。はあ、うん。で、その写真をまたこう貼、この後に貼っていこうかなと思ったわけ。その、なるほど。昔のその表紙と今もこの表紙がこう、なんか、あの、いろんな人に持ってもらってるよみたいな。それで元気づけようと思ったんだけど、はい、2日後に死んじゃったから、そっか。その写真はもうね、あの、もちろん保存してあるけど、親父に見せることはなかった。実は、そのスライドショーがあります。そちらをそんなファミリーヒストリーのような、はい、映像をあの皆さんにちょっとご覧いただきたいなと思います。ありがとうございます、はい、どうぞ。10日ってね、まあ最後出てましたけど、12日に亡くなったんで、うん、まあギリギリ間に合わなかったんですけどね。まあでも皆さんね、あの要するにこのスキャンした画像をこう Facebook とかにねアップして、それをプリントアウトしてくれてやってる人もいるし、合成してくれたりとか、うん、なんかいろんなやり方でこう送ってくれたんですよね。要はハッシュタグをつけて、うん、ティーンビートとともに撮って一言添えてっていう、そうそうそう、うん、DM でくれる人もいるし、投稿してくれた人もいるし、その今映ってらっしゃった方々以外にももっとたくさんいらっしゃったかもしれないですね。なんか本当にたくさん愛された雑誌だったんだなと思って映像を見ながら思ったんですけれども、そうですか。いや、なんかその今ティーンビートの晴れパネですね、これは今ヒマナイのスタジオのウォールになっている。そうですね、だからティーンビートという名前が、まあ、親父がその、まあ、最終的には失敗したけども、うん、まあ、青春時代のティーンってね、10代って意味だし、うん、ビートっていうのもいいし、うんうん、なんかその名前をなんか今僕がスタジオせっかくやってるんで、絵としてもね使いたいなということで、こういうふうに背景にパネルを並べて、うん、まあ、病院で貼ってたやつを剥がしてまた持って帰ってきたんですけども、それをこう人物の背景のボケ足っていうんですけど、まあ、今ここもねボケてる、はい、そうですね、なんかカラフルなものがあったりいろんなものがあると、まあ、こういう照明になってるんですけども、まあ、イギリスっぽいね、なんかムーディーですね、こういう感じでなるんですけども、
そういうところに使ってるんですね。だから親父のまあスピリッツを自分なりに、まあちょっと拝借して、今もスタジオをやってるという感じでございます。そうですか。なんかティーンビートという番組の立ち上げ構想があると。そう、うん、自分のスタジオでね、ティーンビートという番組名として、ティーンビートは雑誌だったんですけども、まあこれね、厳密に言うと著作権どうするんだみたいな話もあるけど、まあそもそも親父の会社だしさみたいな、俺息子だからそこはいいでしょみたいな。まあティーンビートというタイトルの番組をやりたいと思ってるんです。へー。だから世代をね、まあ、大体対談とかって自分のお友達とか自分のちょっと先輩とかって人とやるのが多いんだけど、全然違うこう10代と40代とか、なんか世代の違う人が、まあ今の話じゃないけどこう何かを引き継ぐみたいなことをテーマにした番組にティーンビートという名前をつけたいなと今考えてます。はあ、それはすごいいい構想ですね。名前もなんかティーンなね。でこう映像のとこにこうこのロゴがこうMTV みたいにこういい、ね、ちょっとこう斜めにしたりとかね、こうしてあるみたいな。あ、じゃあその時 MC でまた呼んでもらいます。もうぜひぜひ。はい、そんな感じでございます。そうですか。なんか本当にいろいろお父様から受け継がれてたことを今またご自身で新しい企画として立ち上げてるなという感じがしたんですが、お子さんがいらっしゃるということで、はい、はい、ティーンのお子さんですね。はい、10歳ですね、今ちょうどね。はい、はい、逆に河合さんからお子さんに受け継ぎたいものって何かあったりしますか？うんうんうん、これね、自分のね、まあ自分が育った時っていうのは1970年代だから、うん、大体みんな親父は働いてて、母親は専業主婦の時代だったんですよ。なるほど。で、今は共稼ぎが当たり前じゃないですか。うん、で、なんていうのかな、今より親父の姿は見えにくかった時代だったと思うんです。うん、自分が育った時は、だから親父ってのは朝早く出て夜遅くに帰ってくるし、その間どんなことをしてるかもわからないし、うん、どんな苦労があるかもわからないし、どんなことをしてるかも聞く術もないというか、そのまま大人になって自分も家を飛び出しちゃったりすると、実はなんかまあ話聞こうと思えば聞けるけど、元気なうちって親ってなんか意外と話しにくかったりとか、うん、なんかこう改めて親父あの時代どうだったとかって話しにくいじゃないですか。うん、だからなんかこう死んだ後にこうやって掘り出して、こんな気持ちだったのかなとかね、こんな気持ちだったのかなみたいなのを想像することになっちゃうんだけど、自分が育ててる時はもうちょっと俺がやってることをこうた子供にも言ったりとか、うん、なんていうの、感じさせようと。ほう。だから職場にも連れてくし、へー。例えばそういう緩い現場というかね、そんなシビアじゃない現場にはちょっと見学に来いよとか、俺が仕事してるところの後ろにイベントで来てもいいよとか、うん、そういうのはね意識してるんですよね。あー、うん、いやなんか本当に父から子へこう継ぐっていうのはすごい、私もまあ普段企画展でこうどう世代の継承をするのかっていうのを考えながらなんか日々活動したりするんですけれども、なんかこのねティーンビートっていうお父様のまあ作られたものから河合さんに受け継がれて、さらにお子さんがもしかしたら映像系に入る可能性もあるってことですよね。入んなくてもいいですね。でもまあそういったなんて言うんだろう、魂が受け継がれてる感じがすごくいいなってお話を、はい、伺いながら感じました。はい、ありがとうございます。河合さんご自身がこの新しい年号でチャレンジされたいことって最後教えていただきたいんですけど、はい、今ちょうどね、うん、高円寺にスタジオを作りまして、はい、暇な犬スタジオっていうのはまあ神田で始まったんですけれども、今高円寺に2店舗目を作り、はい、でこの高円寺は僕が住んでる町なので、うん、本当に家から近いんですね。でその場所でこれからまあスタジオをやっていくんですけども、そのスタジオだけじゃなくて飲食許可も取って飲食店としても経営したいし、そこはもうイベントスペースとしてもいろいろ回していきたいし、そもそも高円寺っていうのはサブカルの聖地なの で、そこに店を持つとか人が集まる場所を持つっていうのは他の場所であるよりすごく意味合いが大きいんですね、自分にとっても、うんうんうん、でそれはいろんな面白い場所があるところでやるわけだから、本当に面白いことをやらないと埋没しちゃうし、うまくいかない、うん、これをとにかくね力を入れて、そのスタジオから面白い出会いとか意外なスターとか、なんか、うんうんうん、あの人あそこから始まったけど今あの業界ですごい面白いことやってるよねとか、なんかそういういろんなものが生まれるようなスタジオに育てたいなと思ってます。だから令和はそこにもうフォーカスをして、まあ、平成の時代はなんかいろんなものをやりながらスタジオもやるみたいな感じだったんですけども、どうしてもその時間配分が難しくなっちゃうんで、うん、もう令和はこの自分のスタジオをとにかく 100% 力を使い、そのスタジオから生まれることで自分も
収益を得ていくし、子供の大学資金もそこから稼ぐし、でとにかくそこから金を生むぞと。で、金を生むだけじゃなくて、それは面白いことをやって人が集まって、結果的に金がそこに集まるという形にしたいんで、とにかくそのヒマネンスタジオ高円寺を面白いものにしようと思ってます。あ、いや素敵だと思います。あの人と人をつなげる場所を作る人ってなかなか私貴重だと思うんですよね、うん、で多分都内にはそういう場所たくさんあると思うんですけど、逆にあの今こうやってライブ映像されてるスタジオってここ含めてたくさんあるんですよね。なんかそういったコミュニティとかでこう、まあ、町おこしにつなげたりとか、人と人がこうつながってまたそこで新しいものが生まれるっていうような場所作りができたら本当に素晴らしいなって思ってます、まさにね、今日の配信なんかも、うん、まあ、ここをやってる木村さんもそうだし、うん、久保田さんと今日初めてだし、うん、 そもそも久保田さんが今回キャスティングされたのは、うん、あの包み方4603を4306、はい、4306をやってる阿部ちゃんの紹介があって、はい、そうです、ね、それ阿部ちゃんはヒマスターに影響を受けて自分の場所に配信機能を作ったりしたから、なんか誰かが行動したことがちょっとずつこう影響あってまた新しいことを生んでるんだよね。そう、私それってすごくいい価格反応だなと思ってて、まあ、自分が今後あの活動していく上でもやっぱり人と人の、まあ、つなぎ役であったりとか、なんかこう場所を作っていくそういった発起人に、うんうん、あの今後もなり続けていきたいなっていうふうに思ったので、うん、なんか今日のこの河合さんのパワーっていうのをすごいいただけたっていう感じがしました。はい、ありがとうございます。なんかね、そういう人と人が出会って喋るっていう場をね作りたいっていうのがこの対談スタジオの、あのモチーフなんですね。でっていうのはね、そのなんかね、ライブ配信ってどうしてもこうテレビのバラエティっぽくやろうっていうあのトレンドが大きいんだけど、うん、僕はどちらかっていうとね、なんかこう人と人があの酒飲みながらでも なんか一つのテーマでもいいんだけど、ガチでなんかずっと喋ってるっていうものの方がパワーが出るような気がするわけ、うん、なんかテレビ的にこのコーナーがあってこのコーナーがあって、はい、こういう紹介情報紹介して終わりますっていう風な予定調和じゃなくて、だって会話とか、ね、お茶したりとか酒飲んだ時って何もシナリオないまま、そうですね、とりあえずお茶しましょうっていうところが始まるわけじゃない、うん、でどの会話の宇宙はどこに行くか分かんないみたいな、うん、そういうスリリングな状態をなんかもっとみんなと共有すると、今度久保田さんを知らない人が あそこで川井さんと喋ってた人でしょとかね、まあ、確かに逆に、ね、久保田さんの方から、あの川井さんって人この前あの喋ってたじゃん、玲子ちゃん面白いねあの人、うん、なんか今度飲み会あったら誘ってよってなるかもしれない、うん、こういうのが面白いですね。いやもう本当今日初めてのライブ配信だったんですけど、まあ、なんか Facebook のねこんなコメントつくんだっていうこの、うん、感動であったりとか、うん、あのライブ感って面白いですね、録画と違ってね、うん、そう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 、いやでもなんか今後もそういったライブ配信の場所を本当に、はい、あの広めて深めていただければなと、はい、あの私も思ってますので、はい、ぜひあのヒマナイヌスタジオに遊びに行かせてください。ぜひ今度、はい、TV と番組を頑張ります、はい、あ頑張ってください。はい、それでは本日のゲストは対談収録スペースヒマナイヌスタジオを主催されていらっしゃいます河合貴也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またね。